そんな感じで割とあの X と、うん、なんかこうつるむじゃないけどなんかこう関係を持つようになって、僕は相変わらずあのちょうちゃんたちと、サーベルダイガーというバンドをまた別にずっとやってたんですけど、割と飲み会、エクトに飲み会があればライブがあれば割と遊びに行くようになって、あのですね、僕ね過去にあのダイビングっていうのはその頃当時めちゃくちゃ流行ったんですけど、今でこそあのハードコアのバンドとかでも考えてるんですけど、当時本当 X 周りはむっちゃくちゃダイビングっていうのが流行りまして、僕なんだかんだ言って過去に一生のうちでまだ今のところねダイビングした回数って2回しかないんですよね。その1回が X なんですよね。あの自分の入る前の X で1回ダイビングしてるんですよね。でその頃はやっぱり何でしょう、噂通りでしたね、やっぱり X っていうのは。ただ人柄に触れられて、あの噂っていうのはなんかその人柄に触れてなかっただけで、行動は噂以上でしたね。あの打ち上げに4000人は来ないけども、あの打ち上げにはわけわかんない200人ぐらいいるとか、グラスを割った数が何百個だとか、一晩に全然おひれついてませんね。むしろ足りなかったです。なんか当時のバンドはすごい、その辺のバンドっていうのは十把一からげにはされてたけど、割と仲良かったんですよみんな。なんかあのその打ち上げで盛り上がって、あのそのここで暴れて消火器ぶちまけてとか、他の割とそういう畑じゃないバンドと抗争があってとか、今ねだから旗から見たらものすごいことだけど、中に入ってると本当に男の子のなんかこう元気との象徴みたいな感じに思い出されますよね。ただ周りにいた人にはすごい迷惑だったからこそなんだろうなぁと思う。僕もだって周りから見てる時はそういう風に思ってたけど、入っちまったらそんな風に美化してるものだ。いや喧嘩っていうか、なんかそんなね、だからネチネチした喧嘩とかあんま見たことないですけどね。なんかこう面白かったのは、当時打ち上げとかをやると、あの知らないやつっていうのはみそぎのように誰かと喧嘩することになるんですよ。で特にヨシキが、ヨシキってすごい相性がいいけど、すごい相性がいい割にいいからこそ、なんか相手がなんかこうそういうそれを舐めた口で聞いた時っていうのは最後で、急に立ち上がるんですよ、わーって立ち上がるんですよ。そうするとなんか10人ぐらい一斉に立ち上がるんですよ、あっちこっちで。で目の前のやつを殴ってるとか、テーブルが倒れてるとか、そういうことがあって、なんかすごくお祭りみたいですよね。うん、お店の人にはすごい迷惑だったわけで、とある渋谷の居酒屋に行くと、当時はだからあのそれ系の金髪とか髪の毛に色のついてる人たちが行くと、よしさんはいらっしゃいますかっていうのは結構あの聞かれるんですよね。うん、それだけブラックリスト乗ってましたもんね。ただだからそういう人の噂っていうのは、そういうなんかなんていうのかな、そこのよしの部分には触れられていないなっていうのは、割と今でもそうかなっていうのはすごい感じますね。うん、なんかすごい依頼した部分だけを取り上げられてるっていうのは、 X ジャパンになってからの良識にもすごい感じられて、すごい寂しい気がしますね。うん、でそんな中のやっぱりまだ僕はその、僕はまだそれでもまだ京ちゃんとサーベルタイガーっていうバンドをやってたんですけども、その京ちゃんもダイイングクライ、その後サーベルタイガーを辞めた後にというか、サーベルタイガーが亡くなった後にバラというバンドを経て、ダイイングクライ、デランジェというバンドを経て、ダイイングクライズというバンドを経て、そして今ソロで京ちゃんやってるんですけども、最近この間京ちゃんはあのレコードを新しいのを送ってきてもらいましたので、京ちゃんありがとう、聞いてください。京ちゃん Listen to me。で僕は割とその美容師をやりながらやる傍ら、サーベルタイガーをずっと続けてて、このメンバーが崩れたらもう音楽で飯を食うことは諦めようっていうふうにずっと考えてたんですけども、案の定バンド崩れまして、で僕バンドを本当にやめようと決意しまして、で X とかとも遊んでたんで、いろんな人にライブハウスの人とかに、明日から美容師に戻りますって電話して、ヨシキにももちろん電話したんですよね。それでそうなんだけど、そうかって言ってたんだけども、ヨシキがなんかこう誘ってくれたんですね。じゃあ X でもう一回やろうよっていうか、俺ともう一回やろうよって言ってくれたんですね。で割と不思議なのは、結構いろんなバンドに誘われたんですけども、いやもう明日から美容師になるって戻るって、美容師一本でやってハサミに沿っていくわみたいな感じだったんですけど、なぜかだからヨッちゃんの一言にはやってみようかなっていう気にまたガラッとさせられてしまった優柔不断の私がいるんですよね。そっからは私の X 人生が始まるわけなんですよ。うん、そんな感じで、だからなんだろう、
よしきといわゆる仕事じゃないけどバンドとしてやることに決まって、なんか吹っ切れたんじゃないけど、やっぱり自分はもうなんかこうやっぱりどこかでやっぱりもっと音楽でやっていきたいっていうのはあったんだけども、なんか今考えるとよしきに誘ってもらいたかったんじゃねえのおめえっていうのはすごいなんか思い出すと感じますね。でなんか X に入りまして、あのちょこちょこ練習したりとかしてたんですけども、今でも覚えてるんですけども、ライブとかどんどん決まっていくんですよね。で当時はですね、お二人に見てたのが年で、ブッキングとかしてたのは確かヨシキだったと思うんですけども、で今でも覚えてるんですけど、一番最初の僕 X 入って仕事じゃないんですけどバンドとしての仕事って、元気が出るときだったんですよね。なんか八代食堂っていうところ の食堂に行って演奏してくれというのがなんか確か最初の仕事だったような気がします。でその後その八代食堂でお疲れ様ってなんかお疲れ様かなっていう、そのまま割と彼らの地元である立山の商工会議所かなんかに行って、そのまま行ってライブをやったのを覚えてますね。そのライブなんか終わった後にそのまま立山の海になんかヨシキが飛び込んでたりとかして、すげえ面白かった覚えがあるんですけど、ギャラは当時はそうですね、だからもう本当だからインディーですから、別にギャラなんていうのはだからその活動資金、ステッカー作ったりとかレコード作るための活動資金に当ててましたし、でなんかこう僕が入って初めてアルバムを作るという構想がやっぱり出てくるわけですよね。でツアーも行かなきゃいけないわけじゃないですか。でツアー行くんでもやっぱりお金が必要だし、ホテル泊まるお金もだその辺は全部活動資金で回していって、でお財布に入れてたのとさっき見たけど年で、で運転手はヨシキで、夜の運転手もは私、あ昼間の運転手が僕で、夜の運転手はヨシキみたいな感じで、そんな感じでバン1台とかでずっと全国回ってたりしましたよね。地方はね、だからその当時はその東の X、西のカラーっていうバンドがいまして、ね、その大阪の方行くと大抵だからそのカラーのトミーさんたちとかがいて、割とだからその東の吉木、西のトミーみたいな感じの、人たちだから、割とそれは居酒屋はいつも大変なことになってるのはね、あれなんですけど、まあでもすごいお祭りみたいな感じでしたよね。でも地方はインディーの時の地方ってやっぱり不思議なのは、金ないのにいつも飲んでるっていうのがすごく不思議だなっていうのは思いますよね。バイトはみんなそれぞれはしてると思うんですけど、だから X の前だから明日までに40万持ってこいとかね、そういうのあるんですよ。でツアーだからとかレコード作るからとか、で当時タイジとかもレコードアルバムを作る前とかっていうのを家具とか売ってましたもん、服とか洋服とか売って、でもみんなきっちり揃えてくるんですよ。なんだかんだ、なんかそう、何をしてくるんだかは、あえて誰も聞かないんですけど、みんな僕もだから、借金したりとか、みんな物売ったりとかして、みんな揃えてくるんですよね。それがだから、スパースのインディーズで出したバニシングビジョンの頃かな。僕が一番ね、X に入って困ったのは、お金のことよりもね、X 早いんですよ。テンポが。とにかく、当時から。で僕のバンド、やってたバンドと全然違くて、もうとにかく早いんですよ。でその僕、検証演とかガンガン鳴りまくって、レコーディングとか。で、そのテンポが弾けなくて、もう、どうすればこうなるんだろうと思っていましたね、当時はね。で、レコーディングのバニシングビジョンのレコーディングとか、初めてのアルバムとかの時も結構煮詰まりましたもん。俺、これはこの商売できねえかもしれないとかって。いうふうに僕自身がすごい結構に詰まりましたよね。その早い X の中でも、ひときわ早かったX で、これは何のジェラシーの中でも僕はできればスカルスラッシュゾーンというオムニバースアルバムがビッグだから出てるんですけども、それ僕まだ弾いてないんですけども、そのスタップミンザバックが聞きたいな。スタップミンザバック X